あの、イネさん。はい、何ですか？いや、あの日のことだけど、何か思い出したことはないかな？いいえ、思い出したくもありません。今でも恐ろしくて。そう。あ、福原さんが探しておりました。え、福さんが？どうした、福さん。すんません。俺、イネさんに喋っちゃいました。何？リョウさんが今、何をしてるのか、知ってること全部。なんだって。俺、黙ってるなんて、できません。イネさんだけ何も知らないなんて。福さん。本当？すんません。いいんだ。それより福さん、鳳凰の鏡って知らないか？鳳凰の鏡。親父が持っていたかもしれないんだ。いや、先生からは何も聞いてないっす。そうか。イネさんなら何か知ってるかもしれませんね。ああ、イネさんに聞いてみるか。お、イネさん。福原さんのお声が大きいものですから。え？先ほどのお二人の話を聞いてしまいました。さっきの話を？はい、私が悪うございました。あ、そんな。いいえ、リョウさん、葉月家の男子に危険を避けて通れなどと、どうして私などが言えたのでしょう。旦那様にも顔向けできません。イネさん、すまない。心配ばかりかけて。リョウさん、実は一つ思い出したことがあるのですが、お役に立つかどうか。え？あの日の少し前のことです。旦那様が骨董屋に何かを預けておいででした。親父が何を？それが何であるかは、ただとても大事なものだと。
ちょっといいかな。悪いけど、私男の人って苦手なの。どこかその辺で聞いてくれる？ごめんください。お。どうです。良い音でしょう。蝶々夫人が特別に作らせたものです。ほら、マダムバタフライ、ご存知の。お宅、葉月先生のところの？ああ、これはこれは、この度は先生が飛んだことに。ああ、先生に頼まれてたものがあるんです。どこだっけな。あ、そうだ。大切なものだから。先生から磨き上げてくれとお預かりしたものです。親父から？葉月家の跡取りが18歳になられた折、代々受け継いでおられると伺っております。親父、私でお役に立つことがあれば何なりと。先生は随分とお世話をしていただきましたので。何か他にも預けていませんでしたか？他とは？宝鏡という鏡とか。宝王の鏡、はありませんな。そうですか。ありがとうございます。ガードとして失格になる。ボディーガード？親父に頼まれたんじゃ。何？そう怒るな。お前には
生きていてもらわないと困るんだ。どういうことだ。お前はまだ自分の立場を分かっていない。法王卿が蘭亭の手に渡ったら、あの男に逆らえる者はいなくなる。早く鏡を見つけ出すんだ。奴らが気づくよりも先になる。ランテー様、ほうきょうくっくっくっなんすか。骨董屋でこれを受け取った。刀の鐔ですね。ああ、親父の形見になってしまった。そうっすね。見覚えないかな。例えばこの模様とか。多分家紋っすよね。稲さんに聞きました。いや、まだだ。じゃあ聞いた方がいいっすよ。そうだな。確か仏間にいましたけど。わかった。骨董屋でこれを。その鐔は。稲さん、何か知ってるのか。雪輪に二つ星に一つ剣、葉月家の紋所でございます。お探し物に何か関係があるのでは。旦那様が導いてくださっているように思えます。雪輪に二つ星に一つ剣。ありがとう。何の穴だろう。
よし、開いた。この刀は。この刀を親父はわざと隠そうとしていたのか。なぜこんなところに。一体何の穴なんだ。よし。この形はなぜこんなところに。よし。こんな仕掛けがあったのか。どこに通じてるんだ。明かりがないと無理か。親父はなぜ教えてくれなかったんだ。
この地下のどこかに明かりがないと無理か。電球をはめれば明かりがつくかも。これであとはスイッチを入れれば。まだ使えそうだな。あとは火をつければ。何かの印かな。人かな。なんだ？棚を引きずった跡か。この壁、微妙に色が違うな。この斧なら壁を壊せるかも。葉月家の家紋。この箱は あった。これが法王教か。見つかったんですか、リョウさん。これが法王教っすか。俺、なんか怖いっす。引き込まれるような気がする。リョウさん、やめてくださいよ。これ、まさか呪いの鏡じゃ。俺は、そうは思わない。え？なんか感じるんだ。うまく言えないが。ほら、そういうのが一番危ないっす。もう、りょうさんの魂が…福さん、真面目に聞いてくれ。俺は大真面目っす。もういい。ちょっと、一人で考えさせてくれ。あ、はい。この鏡を、陳大臣のところへ。
もしもし。母なる地。九つの竜。あ。もしもし。父なる天。九つの竜。母なる地。我が友。第八倉庫だ。賃貸人をお願いします。失礼ですが、そちらは？葉月と言います。お待ちください。葉月か。ああ、鏡が見つかった。親父に伝えておく。第八倉庫に来い。わかった。Thank you.
すいません。ん、お主は。え、おお、いや、この辺じゃ見かけん顔じゃな。ええ、ドブ板の方から来ました。そっか、この港は広いからの、せいぜい迷子にならんやろな。はあ、第8倉庫に行きたいんですが、陳大臣と会う約束をしてるんです。お名前は。葉月と言います。はい、伺っております。お通りください。安定はなぜ琉球だけ。父上が鏡を2枚とも持っていたとは知らなかったのだろう。2枚の鏡。かつて修験達が私に語ってくれた。竜と鳳凰が出会いし時、天と地の扉が開かれ、雌雄は大地に蘇るという。この世の全てを喰らい尽くすという中国の伝説の怪物だ。蘭亭は2枚の鏡を使って何かをやろうとしている。一体何。それは私にもわからん。しかしその鏡は手放してはならん。気づかれるよう注意しなさい。見つかったらお前の命はないということだ。しまった。己鏡2枚、蘭亭様喜ぶ。しょ、そうか、ハツキ、そのボタンを押せ。助かりました。マッドエンジェルスの出先でしょう。マッドエンジェルス。俺たちと対立関係にある組織だ。杉田内連中さん、あれは私有門の息のかかったものだろう。私有門だったよ。私有門とマッドエンジェルスはつながっている。おそらく彼らが蘭亭を手引きしたのだろう。じゃあマッドエンジェルスを探れば蘭亭にも。いや、やつはもうここにはいないだろう。蘭亭はどこ。おそらくすでに香港へ。香港。頼みがあります。頼み。何かな。行かせてください。香港へ行ってどうする。蘭亭を見つけ出す。そして、やめろ。お前では蘭亭には勝てない。なんだと。やめなさい。俺は親父の敵を討ちたいんだ。ご立派な人だな。だがお前に勝ち目はないぞ。じゃあお前ならどうするんだ。もし目の前でこの人が殺されても黙っているのか。お願いします。
香港へ。悪いが協力はできない。行くぞ気象。待ってください、人大臣。命を粗末にするものではない。香港に向かったらしい。香港。